お世話になります、ひとりでございます。剣盾エキスパンションパスである鎧の孤島が1ヶ月後ぐらいに発売されますが、そのね、準備キャンペーン的な位置づけで5月29日から隠れ特性危険予知のポニータとボール Z がね、前回のバリヤードに続き配布されるということで情報を共有させていただきたいと思います。まあ以前からこの情報は出ていたんですが、実際に受け取っていきたいと思います。まずはですね、普通に不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るでございまして、インターネットで受け取るんですね。シリアルコード等は必要ございません。はい、それでやっていきましょう。はい、インターネットで切り替えました。はい、贈り物探しています、ありがとう。はい、来ましたね。公式がちゃんと隠れ特性と言ってますからね、隠れ特性のポニータ受け取っていきましょう。はい、よし、どうも、お疲れ。ポニータさん、鎧の孤島の準備っつってもこいつ特に必要ないと思うけど、はい、どうもありがとう。はい、ポニータを受け取りましたってちゃんと出たらね、受け取ってるってことになると思います。あと道具セットプレゼントですね。はい、じゃあこれがね、どうやらね、ボールらしいんで、実際ねゲットして中身見ていきたいと思います。ありがとう。ここで内容出るんですね。スピードボール、レベルボール、ラブラブボール、フレンドボール、ウルトラボール。うわ、なかなかいいボールですね。でもこれ普通手に入るのめちゃめちゃ難しいですよね、ボール系は。なのでこれ絶対ゲットしといた方がいいんじゃないかなと思います、おしゃぼとか好きな方はね。はい、でそれでポニータの方見ていきましょうか。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、個体値全然良くないですね。しかも性格も微妙かなっていう感じですかね。一応中身見てみますよ。で、メスのプレシャスボールということで、このプレシャスボールはね、かなり貴重だと思いますので、まあ、とりあえずね、ゲットしといた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、特性は危険予知で、これは夢特性でございますと。技体当たり、鳴き声、念力、妖精の風。今更体当たりとかさ、鳴き声を覚えさせてるやつ、くれるところが、って感じですよね。さすがっすね。で、寂しがりな性格ということです。性格はちょっと微妙なんすかね、これ。で、オンラインプレゼントで15レベルの時に運命的な出会いをしたということで、一応ねレアです、先ほどから言う通りで。さらにリボンがついてますと、クラシックリボンで、さらにつけた時の名前ということで、ポケモン好きのポニータという二つ名っていうんですか、そういうのがついてるっていうことでございますと。まあ、なので一応個体としては超珍しい個体となっておりますということで、とりあえずレアな個体手に入りますので、ゲットしておいて損はないでしょう。もしかしたら鎧の孤島でゼロちゃんポニータが活躍するかもしれませんね。